中南テレビは、はい、株式会社立花隆でやると思うんですけど、はい、そうすると党にはお金が入らないんですね。あ、そうね。だからなんていうのかな、今本当に質問してくれて、やっぱりね、そうすると大津さんは和解に応じる可能性出てくるんじゃない。あ、和解っていうのは立花さんに代表権を持って、うん、だってそうすれば債権者は収まるわけだから、あ、みんなってほぼなると思わない、大津さんのためにじゃあお金返しておきますって。さんの場合はじゃあ返せないとして、うん、橘さんだったら返せるってことになるわけですか。ああ、もちろんもちろん、俺の今の知名度っていうか人気とか、だってやってることが4年前は国会議員誰もいなかったけど、今国会議員2人いるわけよ。岸田君に毎回毎回なるほどって言われて嬉しいね。毎回はい、なるほどと思ってます。いやいや、だからね、そうやって岸田君の質問って めっちゃまといてるからね、はい、黒川君が俺にかぶるとおかしなこといっぱいやってるわけよ。不正経理が嫌で NHK と喧嘩してる人間が国政政党の不正経理したら意味ないじゃん。来週月曜日対談約束してたから俺と、はい、来ないんですよ。なんでか。あ、志田君なんか取材してよ。ないの今日。ありますよ。あ、どうぞ。いいですか。あ、もちろんもちろん、はい。中南テレビが好調なようで。好調、うん、まあね、はい、はい、はい。中南テレビは、はい、立花隆、株式会社立花隆でやると思うんですけど、はい、そうすると党にはお金が入らないんですよね。あ、そうね。だからなんていうのかな、今本当に質問してくれて、やっぱりね、あの、コールセンターを党じゃなくて立花隆一人放送局株式会社でやろうかなと。で、株式会社立花隆と立花隆一人放送局株式会社なんていくらでもお金のやり取りできるから、その使用料とか出せできるからね。それでそのコールセンターの運用をもう会社でやろうかなと思ってる。で、党にお金をだから入れる必要性が何かあるかなと思って、むしろ。ああ、じゃあまあ、うん、政党はほぼ機能しないで、もちろんね、はい、あの、なんだろう、予定通り、あの、政治家女子法廷等とか帰ってくれば、あの、それは政党として機能しようとしてるので、そこのその政党の資質を会社の方に持っていこうとしてるわけ。もともと立花隆一人放送局の業務としてコールセンターとかもやってたから、それを政党にもう逆に持っていったの。で、もう政党からもう一度立花隆一人放送局の業務として、その、なんだろう、請求書受け取り代行サービスとか、コールセンターの運用をやろうと思います。別にそれは政党じゃなくてもできるんだ。じゃあまあ会社に移していくってことですね。会社にまあ移す、戻すとか移すとか感じかな、はい。うん、じゃあまあ、政治活動はまあ、なくなっていく。いやいや、だから NHK 党という政治団体はもちろん残すから、はい、で、その活動費はどうなんですか。この活動費に関しては別に会社からいくらでも出してあげることができるよ。まあ、月、あ、僕ら会社は無理なのか、ただ、どうなんだろうね。そこについては確かにおっしゃる通りなので、寄付を募るしかないかもからね、政治団体はね。なるほど、うん、ただ、借り入れができるから。あ、じゃあ政治団体が株式会社立花隆からお金を借りることはできるのよ、確か、はい、それでお金を借りて供託金とか出すことはできる。なるほど、うん、一般の方ではなくてですか。うん、というのは、あの、新政党なしの佐野さんがそれやってると思う。あ、うん、佐野さんの会社で、新政党なしにお金貸し付けてやってると思うんで、それはそういう形で寄付とかじゃなければ会社から党に貸し付けてできるはずです。はい、それはもう上限なくできるというね。上限なくできるよね。はい、あの、はい、DHC とかも多く出してたね、みんなの党の渡辺芳美さん、はい、ちょっともちろんやるときには最終的に調べるけども、はい、それは上限なくお貸し借りはできるはずです。なるほど、はい、一般の方からはもう借りない。借りないとまでは今のところ決めてはないけど、そのどういう収入が今入ってくるかって、テレビだけじゃなくて、その請求書受け取り代行サービスっていうのも、これ今無料でやってるんだけど、ここをそのお金ください、使用料って文章をつけて入れると大体もらえるの、はい、うん、だからそれをやったら月に多分1000万とか入ってくると思う。じゃあまあそれでやっていけるってことですね。うん、全然いけると思う。あの、お金がなくなった時は、臭くなった時はパチンコやればいいんじゃないかって思うんですけど。いやー、もうそんな暇ないよね。あ、暇がないから。暇がないっていうか、全然効率悪いもん。あ、なるほど。だって今の俺のあれだったら別にくださいって言ったらこれでもくれるじゃん。あ、じゃあもうもらった方がいい。
だって有効に使えると思うよ。なるほど。そんなパチンコでっていうようなことをするよりも、さっき言ったように来年の東京都知事選挙15億円はこれは国民からもらおうと思ってるよ。で、寄付を募る。寄付を募って、だって参加感あった方がいいと思うもん俺。だからその集まった寄付を300万円で割ったらいいわけでしょ。何人出れるかっていうのでやればいいわけじゃん。なるほど。15億円集まったら500人出れるわけだから、はい、別に500人に限定することないわけよ。3億集まれば100人だから、こういう方法で NHK の政見放送とか NHK の放送を乗っ取ろうぜみたいな感じで、じゃあ皆さん寄付してくださいってやれば集まるんじゃねえと思う。じゃあ今まで一生懸命頑張って借金という形をしてきましたけど、まあ、最終的にはちょっと方向転換して、いやいや、どっちでもいいと思ってる。別にそのなんだろう、今までちょっとがむしゃらにお金をもらわないことにこだわったんだけども、その払いたいっていう人からもらわないのは違うなってちょっと思ってるのね。もちろん払いました、1年以内に返してくださいは返したいと思ってるんだけど、そのなんだろう、意固地に借りてきたことはちょっとなんか何でも自分でやるぞみたいな形になりすぎて、ちょっとそこはね、方針転換をした方がいいなと思って、まず今回の8300万は今大津さんの方に入ったっていう。大津さんの口座に入ってますね、はい、はい。でそうすると、またちょっとその1割ぐらいが、もう今損失してるというか。損失？はい、まあ、なくなっちゃってるっていうか、まあ、手元に立花さんの方には入ってないかなと思うんですけど、まあでも名義上は党に入ってるので、どちらも使えないわけですよね。それが27日の決定で、その27日の裁判の決定によって、数週間1週間後ぐらいにはどっちかが使えるようになる。はいはい。それはまあ、じゃあ自分のところに来るから今のところ大丈夫っていう。別に自分のところに来なければ差し押さえに入ればいい。はい。それ債権者は大津さんに対して裁判をして、まあ、大津さんの政党に対して裁判をして、で、その8300万円からもらえばいいので、はいはい、それはもう取り付け騒ぎが起こりますよ。あ、はい、だって大津さんだったらもう実際メールが来てて、大津さんが代表するんだったら返してほしい、でも斉藤君だったらそのまま継続しますってメールがたくさん来てるんで、それはもちろん裁判所には出します。なるほど、はい。大体何通ぐらい来てるんですか。いや、意外に少ない。30通ぐらいかな。ああ、なるほど。うん。まあ、それでもそれぐらいは来てる。うん、ただ、もちろん、僕が、ちょっと待ってって言ってるだけの話で、これだから、大津さんがってなれば、おそらく333人のうち、300人は来るんじゃない ?300 人ぐらい金返せっていう。いや、だって、それは全員知ったら全員来るんじゃない。はいはい。だって、大津さんだと無理じゃん。はい、で、その、一応過半数、人数的に過半数と金額過半数を超えると、いわゆる再生ができるんですよね。いわゆるその民事再生の手続きが債権者側からできるので、まあ、それは民事再生の手続きに入ることになると思う。あ、再生できる。いや、もう、だって大津さんってなった瞬間に民事再生の手続きに入るよね。もともとそれを準備してたからね。はい、うん。だってそれはもう債権者に、333人に大津さんに行っちゃったから、もう直ちに民事再生の申し立てしましょうっていうことになるよね。うん、まあ、そうするとほとんど帰らなくなっちゃう。いや、そうすると大津さんは和解に応じる可能性出てくるんじゃない。あ、和解っていうのは立花さんに代表権を持つ。うん、だってそうすれば債権者は収まるわけだから。あ、うん、いや、分からないよ、彼女が。だからどこまで何をしたいのかが分からないわけよ。なるほど。うん、だって誰が見たって立花が協力しなければやっていけない組織であるっていうのは、それは一大君でもわからない。その気持ちわからない。立花が、立花の言う通りやる人だったらお金返せって言わないけども、はい、まあ、返せって言う人はいるかもしれない。いるよ、もちろんね。300人中30人ぐらいいると思うよ、はい、でも300人みんながってならないじゃん、はい、でも大津さんだったら300人みんなってほぼなると思わない。大津さんのためにじゃあお金返しておきますって、はい、大津さんの場合はじゃあ返せないとして、うん、立花さんだったら返せるってことになるわけですか。ああ、もちろんもちろん、はいはい、はい、どういうふうに返していくかじゃあ。いや、だってそもそも8700万あるから、はい、8300万あるでしょ、はい、まあ、このお金がそもそもあるわけですよ、はい、でこの先当然
返してくれっていう人もいれば、追加で貸したいとか新たに貸し付けたい人がいるわけですよ、はいはい、もうだってこれで代表戻ってきたら安定して入ってくるわけじゃないですか。お金がですね、もうお金ってだって政党助成金入ってくるし、はいはい、さっき言ったように、はい、もう請求書受け取りサービスもお金くださいってもう文章をつけてやるわけですよ、はい、だからこのサービスは原則無料です、はい、でも良ければ立花隆一人放送局の視聴料としてここにお金を入金してくださいって手紙を1枚入れたら入ってくるんですよ、はい、これまで撃退シールの実績があるんでね、はい、大体撃退シールもその文章を入れると3人に1人入れてきてくれるんですよ。で1人平均3300円ってデータが出てて、そうすると撃退シール1枚送ると大体1000円になるっていう、もうずっと長いデータが出てるんですよ、はい、で今回その請求書受け取りサービスっていうのは請求書もらうだけじゃなくて、もう簡単に言えば弁護士と一緒なので、これをやるってなるとおそらく1人5000円とか1万円とかなって、平均でも3000円とかのレベルじゃないと。なんせシールは身分証明書も出さずにメールだけでもらえるんだけど、この委任サービスは身分証明書を出さなきゃいけないんで、そうするとさすがにタダでやってもらうのは申し訳ないなって言って、500円1000円とかも含めて多分2人に1人は振り込んできてくれると思う。でそのやる内容が明らかにすごい、その地方書士がやることになるんで、やっぱ1万円ぐらいの人は結構いると思います。そうすると毎月それが5000件来てるので、3人に1人が1万円払ってくれても1500万でしょ、はい、十分入ってくると思います。で毎月だいたい、じゃあそれで1500万と、はい、まあいろんな視聴料とかで、はい、だいたい2500万、いやもっといくと思う、多分5000万ぐらい入ってくるんじゃない、5000万ぐらい入ってくる、うん、だってもうそれは千代君知らせたら分かるけど、もうやっぱり全然違うじゃん、俺の今の知名度っていうか人気とか。だってやってることが、4年前は国会議員誰もいなかったけど、今国会議員2人いるわけよ、はい、でそれあれだけ浜田君なんかめちゃくちゃ仕事してくれててね、で堀江門とも僕は仲いいってみんな知ってるし、そうすると、ね、司法書士事務所ってちゃんとした資格持ってる人が代理で受け取ってくれて、もう完全に安心なわけよね。それで今少なく見積もったけど、いやさすがに3、4000万とか入ってくると思うよ。それ代表権がないと入ってこないですか、代表。今もうやっちゃう。ああ、違う、それは関係ない。関係ないです。それは会社でやるサービスだから。はい。でも今から始めちゃえば。あ、そう。はい。あ、じゃあ今から始めちゃう。まあ、だから、この代表権がどうなるかによって、はい、まあ、政党助成金が入ってくるんだったら、そんなにガツガツしなくてもいいから、まだ手始めしてないだけ。ああ、うん。だから。じゃあ入ってこないとなったら、まずそっちの方をやる。そうそう。まあ、もちろんそれはやろうと思ってるけどね、政党助成金が入ってきたとしてもね。ただ、はい、そんなに、国政政党と政党助成金が入ってきているので、無理のない程度ってやると、みんな1万円のところ5000円とかなるわけよ。はい、でもこれが、大津さんとか行ったら、あ、これはもう立花さん大変だって言って、もう3万とか5万とか10万って人がいっぱい出てくると思います。あ、うん、じゃあ、まあ、代表権が、まあ、返ってこなかったら、まあ、より多くの、まあ、支持者の人たちが。出してくれるんじゃないかな。っていうか、はい、代表権返ってこなかったらどうなるかっていうとね、そのお金貸してる中国の人たちは大津さんから引っ張るわけよね、裁判所なりして、でそれ引っ張りのお金またこっちに貸してくれるのよ。だからそういう意味では全然なんていうのかな、運営費自体はそんなに枯渇することはないと思ってるけど、別にせっかくだからこっちも借りないと申し訳ないっていうのがあるんだよ、年利やっぱ 5% なんで、それはそのままお借りするのが逆に筋かなと思って。じゃあ、まあ、元本はなかなか減らない感じです。いや、減らす必要がそもそもない。だから、貸したくない人には返す。はい、だから、貸すっていうか、大津さんから返しまで終わったから。それでも貸したい人がいるわけよね。はい、それはお借りしようかなと思う。なるほど。じゃあ、まあ、借金を減らすっていうことは考えてないと。いや、減らすというか、別に増やそうと思ってる。だって、大津さんのとこ行ったら、借金ゼロやからね、一応。はい。ゼロやから。だからもうちゃんと請求書発送サービスとコールセンターの運用費でなんかお金ちょうだいって言えば、多分月に多分数千万入ってくると思うから、それで十分やし、そのお金を使ってテレビの輸入をもっといわゆるチューナレステレビの広告費にかけれるからね。なるほど、うん、じゃあ帰ってこない方が好都合ってことになる。いや、だからどっちでもいいね。あ、なるほど。だから最初から大津さんには乗っ取っていいよって言ってるのよ、はい、
じゃあ別に裁判する必要はあんまり。いや、だからそれ債権者が困るじゃん、そのいちいち大沢に裁判しなきゃいけないとかってあるからね、はい、だから彼女がちゃんとした運営をできる人だったら俺も全然こんな口に突っ込まないけど、はい、未だに黒川君とビラ配ってるわけよ、はい、だそうするとなんか変なお金使う可能性があるわけよね、はい、だそうすると代表権をちゃんと争うべきだとは思ってるよ、うん、でその結果総務省や裁判所が大津さんって言うんだったら、まあ、それはもう債権者があとはこれに行くってだけのことなんで、はい、うん、その裁判を手伝うって感じ、うん、じゃあまあ大なんか、あの地代君に毎回毎回なるほどって言われて嬉しいね、あの毎回はいなるほどと思ってます。いやいや、だからね、そうやって地代君の質問って めっちゃまといてるからね、はい、俺もそうやってなるほどって言ってくれると嬉しい。わかりました。はい、はい、いいですか、はい、はい、ありがとう、どうも、はい、ね、こうやってやっぱり政党というのはね、批判にさらされなきゃいけないんですよ。で、俺批判にさらされててさ、おかしくないおかしくないって言ってるのに、こうおかしいって言われたわけよ。何がおかしいんかなと大橋くんとか黒川くんが俺に隠れておかしなこといっぱいやってるわけよ。で、俺は本当にクリーンだって。そんなの俺が悪いことしてんのやったら NHK の不正経理なんか内部告発しないよ。当たり前じゃ、そこから考えてくれたら分かるじゃん。不正経理が嫌で NHK と喧嘩してる人間が国政政党の不正経理したら意味ないじゃん。でも俺がちょっと人がいいっていうか誰でも救っちゃうから、こう優しくしてたら調子乗ってこう悪いことしてる人が出てきて、あそこをね、今回本当小木津くんがよくやってくれて、彼がね本当に細かい重箱の隅をつつくようなことをやってくれたんだけど、結果としてそれが黒川君の方につながっていって、来週月曜日対談約束してたんだ俺と、はい、来ないんですよ。なんでか分かる、来ないっていうか、なんでか分かる、警察に呼ばれてるから。ハチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーン路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお得にさ、多分ね、女性層の方もっと一発自信を、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー